はい、皆さんこんにちは、コエルちゃんのミルクタイムです。はい、ミルクあげる人は丸飲んです。ウィッスウィッス。はい、順調ですか？順調です。うん、偉いですね。飲んでます。前足上げてねーっていうのをやってます。あ、なるほど、新たなトレーニングですね。ボディチェックですね。前足に手を添えて、おお、ちょっと列、偉いですね。鼻タッチがすごい来てるから、これ鼻にタッチしたかった。ターゲットタッチもすごい練習しました。あれはもうほぼ完璧と言ってもいいぐらいな、上手にしてますよね。たまにちょっとあの膝があったら膝の方にも意識いっちゃうときあるんですけど、そうでも結構上手ですよね。お利口、もうすぐで4ヶ月ですね、カエルちゃん。10月19日でちょうど4ヶ月。体重も18キロぐらいになってきて、すくすくと大きくなってます。ミルクも1日にもう1600ミリリットル飲んでます。そうですね、2本目、いきます。この哺乳瓶いっぱいいっぱい入れてますもんね。うん、あー飲んでる、幸せそうに飲んでます。大きいやつ買わなかったかな。はい、前足 OK。 いいね。上手です。いいですね、前足。いいよ、いいですね。そう、コエルちゃん、いいでしょう。コエルが何に意識がいってるかっていうのをね、すごい意識しますね。吸ってる時にあんまり止めたくないんですよね。そうお前ら今吸ってませんでしたもんね。近くにやっても、前足を上げてほしいです。そう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 、変わってきますね、行動が。えらちょっと読んで、あ、いいですね、もうすごいですね、すごいすごい。お客さん何がいいのって思ってるかもしれへんけど、だいぶ変わってきてますね、最初の時と。もうチュッチュしないですもんね。それよりもこっちの前足の方に、そうそうそう、オッケーオッケー。すごい、ホイッスルの音を待ってますもんね。ちょっと分かってますね。これ触ったらホイッスル、触ったらホイッスルっていうのを何回か繰り返していって、で触ってもホイッスルがならへんかったら、多分次動かすんですよね。で、それ動かしたのを褒めていく。なるほど、はい、そしてこう前足が上がる動きが、なんで前足を上げたいかっていうと、ボディチェックですね。まあコイルが体ちっちゃくて持ち上げたりとかできるけど、そのうちどんどんできにくなる。そうですね、コイル自身が上げてくれたら人間も動物もすごいあの楽ですよね。やっぱ膝でも好きですね。はい、ちゃんのトレーニング動画でした。はい、トレーナーマルノンでした。ジャバード、ジャバード、コエルちゃん。